はい、こんにちは、ゆうです。タイトル見てもらったら分かりますように、本日はこちらの DJI Osmo Pocket 3で撮った作例を紹介いたします。もう作例だけ流して今日はね、おしまいにしようかなと思うんですけども、ちょっとだけ最初に説明しておきますと、もうほとんど基本的にノー編集、無編集です。で、DLOGM とモーションタイムラプスのところだけ編集しております。で、DLOGM のとこは公式のラットプラス、こういったルックも作れますっていう感じでカラーグレーディングしております。で、モーションタイムラプスの場合は、基本的に動画と静止画を両方残すことができます。で、僕はローデータを残して、ライトルームで現像して、プレミアプロでタイムラプスに編集しております。まあ、編集してるところはそこだけで、それ以外は全部デフォルト設定、低照度モードと普通の動画モード全部ね、デフォルト設定で編集は一切してない状態になります。もう取っ手出しの状態です。で、あと左下に設定のテロップ入れてますけども、まあ、ジンバルモード、どのジンバルモードで撮影したかっていうのも入れております。はい、ということで、まあ、今回の作例なんですけども、購入した直後の夜と昨日の夜、まあ、2回撮っただけですけども、まあ、本当にね、夜の動画オートでも綺麗に撮れます。まあ、それだけちょっとお伝えしておこうかなと思います。では作例の方どうぞ。Thank you.